外形層は、ゆりかしろ相続に属する多年層。APG 植物分類体系では、ゆりめめランチウム、蚊に分類される。開花時期は、6から8月。直径1.5から2センチメートルほどの緑白色の花を棒状に多数つける。6枚の花皮片は、長さ1から1.5センチメートルほどの細玉小型で、その先とがり、おしべは、その半分ほどの長さ。 開花期の草丈は0.6から1.5メートルとなる。葉は長さ15から30センチメートル、幅10から20センチメートルの広大円形、長大円形で、その先がとがる。この和名は花が梅、葉がケーランに似ていることに由来する。種はヨーロッパ、北、アフリカ、シベリア、東、アジア、アリューシャン列島、アラスカ州のスワード半島に分布する。 そのアッシュの倍形相は北東アジアと日本に分布し、その基準標本はカムチャッカ半島のもの。日本では北海道、本州、四国、九州の産地からは鉱山帯にかけての林内や湿った草地に分布する。根茎にジェルビン、ベラトリン、プロトベラトミンなどのアルカロイドを含む。根茎は白ザーシネと呼ばれ血圧効果剤として用いられたが、 サイト作用や強い毒性があるので現在では用いられない。また、死の呑め草の名で殺虫剤としても使われた。芽生えの姿が山菜の大オ垣オ防止や餃子ニンニクとよく似ているため、毎年のように誤食して中毒する事例がある。血管拡張作用があるため血圧低下を引き起こし、重症例では意識喪失し死亡するケースもある。ただし、バイ,ケイソウはこれら山菜とは、 味が違うのが特徴。ミヤマバイケイソウはバイケイソウの高山型で北海道の中央高地と本州の中部位北の阿光山帯から高山帯下部の湿地に分布する。バイケイソウよりも小型で高さは50から80センチメートル。シノニムがベラトルムアルバムサブスプアキシーセッポラムエフリペストレイでバイケイソウを区別しないとする見解もある。 コシジバイケイソウは、バイケイソウとコバイケイソウとの雑種と見られている。シノニムが、ベラトルム X ニポーニカムで、日本の固有種。夏季は8月で結実しない。夏季編は白色で、気分は黄色を帯びる。コバイケイソウベラトルムスタミニアム禁煙種に、コバイケイソウがある。日本では、以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。